どうもエルザレットです。今回はチョウザメ造船のバンカラマッチルール別マップ調査を行っていきたいと思います。この動画ではマップから読み取れる情報や実際のバンカラマッチを経験して感じたことをもとにまとめています。マップの構造や動きがわからない人向けとなっています。少しでもバンカラマッチを楽しく攻略してもらえればと思います。一つの情報として見ていただけますと嬉しいです。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それでは早速いきましょう。ガチエリアは中央のスロープがエリアバフとなっています。そのため高台に顔を出す必要があり、敵に見られやすいマップ構造となっています。まずは前線ポイントからです。中央のエリアを抑えるなら、なるべく敵の高台から奥を取っていきたいところとなります。高台の制圧をするだけでもかなり時間稼ぎにはなりますね。ただし左側、こちら側から攻撃されることがありますので警戒は必要となります。次は守りのポイントです。高台周りをしっかり押さえて敵に侵入されないようにしたいところです。特に真ん中の高台は敵が侵入をしやすい場所なので、しっかりと防衛できるようにエリアのあたりから処理を意識していきたいところとなります。最後に塗りポイントです。敵の侵入が広いこともあり、正面の高台だけではなく左右にも展開しておくといいと思います。また壁を使っての移動が多いので、動く床の壁だけでなく端の壁もしっかり塗って敵が動きにくいようにしていきたいところですね。ガチエリアはマップの広さの割に中央にポツンとあるため、復帰後の攻めがかなり難しくなっています。エリアを取られた時点で自陣高台や左右を取られることが多いので、焦らずボムやスペシャルで打開を狙っていくようにしましょう。ガチヤグラはルートが以前より短く、関門が2つになっており、難しくなっています。防衛位置も限られているので敵の動きの予想が大事になってきます。まずは前線ポイントからです。ここを抑えることができればかなり有利に進めることができます。そもそもヤグラのルートが短いので時間稼ぎがとても有効なんですよね。とにかく右の高台の邪魔を徹底していきましょう。次は守りのポイントです。守る場所はルートと被る左側を優先に抑えていきたいところです。ただ左だけだと防戦一方なので、自陣高台も取られないように気をつけて動きましょう。ここを取られると自陣の右側がほぼ取られるためです。最後に塗りポイントです。中央から右寄りを塗るといいかと思います。左側は敵に警戒されるためのおとり的なものですね。とにかく中央を取り続けるだけで矢倉の確保がしやすくなるので、中央を意識していきましょう。ガチ矢倉は乗りの意識よりも高台などのポジション制圧などが重要に感じます。狭いマップですので焦らずじっくりいきましょう。ガチホコは関門が2つ用意されており、カウントは56まで進みます。関門突破後は左はバルーンのところで27、右は敵高台のところに乗ると22となっており、状況によっては右でも逆転が可能となっています。まずはホコショットポイントからです。どのルートを通るにも高台があります。そのため味方が先に進んで安全を確保して他の場所から攻撃を食らうことがあります。味方がクリアリングできてない場所に撃つといいかと思います。次は守りのポイントです。ホコショットの影響を受けやすい場所ですが、どの場所も取られると致命的になるので、しっかり防衛をしておきたいところです。ここだけでなくポジションも抑えるように動いていくといいかと思います。最後に塗りポイントです。一度デスすると中央の左側にたどり着くのに時間がかかります。しっかり塗ってスペシャルを貯めていきましょう。足場が整っていないだけで敵が攻めづらい場所でもあるので、塗るだけでもかなり有利になります。ガチホコのルート自体は以前と変わりませんが、全体的に通路の幅が広くなっているので進みやすい印象でした。広くなった分足場の確保もできると思いますので、焦らずガチホコを進めていきたいところですね。
ナチアサリは中央にアサリが配置されています。広場の確保をするだけでも防衛もしやすくなるので取りたいところですね。まずはシュートポイントからです。シュート場所は正面からでも可能ですが、高台を取って投げるのもいいかと思います。高台からある程度は敵の攻撃を避けながらシュートができるのでとても便利な場所です。次は守りのポイントです。高台からもシュートが狙えるためルートを潰すように高台よりも前で守りきるのが大事となります。マップ的に長期戦になると思いますので焦らずじっくり堅実に守っていくのがいいかと思います。最後に塗りポイントです。自陣の高台から敵の高台までの位置を塗ることができれば取っていきたいところです。中央にアサリが寄りやすいので足場だけでも確保ができればかなり有利になります。欲張らずにじっくりが大事です。ナチアサリはスプラ2の時とあまり変わりはしませんが、全体的にマップが広くなっているように感じるので塗りをするだけでもかなり防衛が楽になると思います。また焦って攻めると人数フルで一気にカウンターを食らえますので、敵のデスした人数は把握しておきましょう。チョウザメ造船はスプラ2に比べると広くなっているように感じます。特に通路部分のところですね。そのため塗りの影響はガチマッチに大きな影響を与えてきそうです。スペシャルなどもその分貯めやすいと思いますので、足場から固めてじっくり攻めていきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。